事を辞めた日の夕ご飯。そう、仕事を辞めました。私は有料老人ホームで介護士として2年ちょっと勤務してたのですが、本日退職いたしました。ブラボー。だから今日ぐらいはちょっと豪華にピザ頼んだりとか Uber Eats やったりとかしようと思ったけど、お金がなかったので残り物を食べてます。人間堅実に生きなきゃ死ぬよねえくまもん。え、あー、私は食べ物を食べながらトークをするということが絶望的に苦手なので、ご飯を早々に食べ終わり、このミッキーのカチューシャをつけながら質問に答えていきたいと思います。ミニーかこれ。っていうか質問も来てない。なぜ仕事を辞めるのですか。結論を申し上げますと、25歳までにもともとやりたかった仕事に挑戦したかったから。私はもともと新卒で、まあ、番組制作会社の内定をいただいてたんですけど、ちょっとコロナの関係で、まあ、入社ができない、仕事ができないって内定先から言われて、でそこから紹介していただいたのが介護の会社だったんですよ。まあ、詳しくは1年半ぐらい前に出した動画だったりノートだったりを見ていただきたいなというふうに思います。目指してなかった介護職で、本当に最初は半年ぐらいで辞める予定だったんですよ。契約もそんな感じの契約だったので、全然2年なんて本当に全然続ける気なかったから、過去の私が2年やったって聞いたら絶対びっくりすると思うんだけど、2年やりました。すごいな。でもそれは介護職って排泄介助とか、まあ、食事の介助とか異常、車椅子からベッドに入居者さんを移したり、ベッドから車椅子に移したりっていう、そういう力仕事だったり、あとまあ臭いやりたくない仕事っていう印象が強いから、私も最初本当に否定的なイメージから入ったんだけど、でも介護って人がいかにして楽しく過ごせるかっていうのを私たちがプロデュースするっていう風に考えたら、すごく面白い仕事だなと思って、だからその入居者さんの満足度を向上させようっていう自分の目標を立ててやってったら、すごくやりがいを感じて、それで2年続けましたね。まあ、中にはまあうまくいかなかったこととかもあるけど、まあ、それもまあ勉強になったなっていう風に思うし、絶対この2年間は間違いなく無駄じゃなかったなって本当に思います。であと人間関係がすごい良かった。まあ、中にはっていう人もいたけど、でも基本的にすごくやりやすい環境だったから2年続きましたね。でまあそんな2年続いた介護の仕事を、まあ、25歳の誕生日が、まあ、来年の1月に来るんですけど、それまでに、まあ、辞めてなんとか内定が決まりました。おめでとう、ありがとうね、素敵。なんかダッセーな。今後私はどうしていくのかってことなんですけれども、内定先で仕事をしつつ、今やってる YouTube とか TikTok とかをもっといろんな人に知ってもらいたいです。そして私だけを見てお願いします。あ、チャンネル登録誠によろしくお願いいたします。